紙パイとは中華圏の伝統的なゲーム用のカードの総称である。中国のカードは一般的にトランプなどに比べて枚数が多く、幅の細いものが多い。中国語ではゲーム用のカードやタイルを総称して、ハ、は、イ、い、と呼び、区別が必要な時はその材料によって、カルタ、キバパイ、紙パイのように呼び分ける。 講義では中国以外のトランプや花札なども紙パイに含まれるが、この記事は中国の伝統的な紙パイに限定する。遅くとも15世紀の中国にはすでにカードゲームがあり、当時の文献ではヨ子コと呼ばれている。ヨ子コに使うカードは、文献、作詞、万字、十字の4つのスートからなる40枚のカードであり、このカードを使ったゲームには、馬と村井、 ミトラ、ショーなどのゲームが知られている。寝台にはこのカード自身のことも馬と村井と呼ぶようになったので、ここでも馬と村井と呼ぶことにする。馬と村井の起源は明らかでない。9世紀から10世紀にかけても、同米のヨーコギという名のゲームが行われていたが、こちらはカードゲームではなかった可能性が高い。 馬とぐらいにスイコ古ンの人物が描かれていることから見て、スイコ古ンの元になった事件の起きた12世紀を遡ることはないと思われる。カードが銭をモチーフとしていることから、最初は紙幣そのものを使っていたのが、カードに発展したという説もある。西洋のトランプの起源がこのカードにあるという有力な説がある。これが正しいとすれば、西洋で、 トランプの存在が確認される14世紀よりもかなり前から馬弔いが存在したことになる。寝代に入ると馬弔いの十字数とのうち1000万巻1枚以外を省くことが盛んになった。この1000万巻と分線数との11枚のうちの空没分と半門線が数とから独立した結果9枚ずつの三数と及び老線。 枝花、空湯からなる三十枚のカードが成立した。18世紀の断書録は、四数時計の紙パイを馬と村い、三数時計の紙パイを有子として区別している。また、この三十枚一組のカードを複数使うことも行われるようになった。上記、断書録には、二組を使った六十枚の有子が行われていることが記されている。18世紀の マッキーの詩主館話によると、木はというゲームでは2組60枚、和では4組120枚、または5組150枚を使用した。18世紀末の洋州画暴録によると、十坪というゲームでは30枚のカード4組の上に、さらに、福、六、ことぶき、財、木の5枚を加えた125枚のカードを使用していた。いくつかの書には、馬弔、 言うこと並んで、根香という名前が記されている。これが言うこと、どう異なるのか判然としないが、要衆が暴録に従えば三十枚一組だけを使うものだったようである。数との呼び名も変化した。線がモチーフであることが忘れられ、文線は、持ち、それより時代が下るが、作詞も、女王と呼ばれるようになった。新代には、ゲーム内容も変化した。 ウマトムライ、ミトラ、ショウはいずれも天球のようなトリックテイキングゲームであったが、寝台にはラミー系のゲームが行われるようになった。ユーコを使ったゲームの名前として、木は、は、十個などが知られているが、いずれもラミー系のゲームであったらしい。麻雀はこれらのゲームから発展したと考えられる。18世紀のコーローム47回には、 母,母が待っている荷物を大鳥姉が出すシーンがあるが、これもラミー系のゲームを遊んでいることが明らかである。他に、教科園第74回、エッカオール6第20回などにも同様のゲームをやっているシーンがある。寝台には、紙パイを使った賭博も紙パイの、そのためもあり、マ巻稲氏緩和を除くと、紙パイに関する詳しい情報を記した書は少ない。 19世紀以降になると西洋人による記述が見られるようになる。チャトーはパイ9パイを紙杯化した天使杯のほか9枚ずつの万、ち柵のスートと1000万、紅花、白花からなる30枚のカードについて1000万支配の名で紹介し、この他に桃子杯1000万人お及びシャンチーの駒の名を書いたシャバ、 法というカードがあったことを記している。19世紀末に、ウィリアム・ヘンリー・ウィルキンソンは、中国各地から多種類のカードを収集した。スチュアート・キューリンの調査によると、その中で最も多いのは三スーのカードで17種類あり、その枚数は60枚、120枚、123枚、125枚、126枚、155枚など、様々であった。四スーのものは2種類あった。 他にマージャンを紙配化したものが1種、ドミノ風の紙パイが14種、シャンチーの駒の名が書いてあるものが5種類、その他の数字などを書いたものが5種類あった。ウィルキンソンはさらに中国のカードゲームをトランプ風にアレンジした61枚のカードを作って、コンは,は秋夜のミトラと同じ語であると思われるが、トリックテイキングゲームではなく、ラミー系のゲームであった。 マージャンとは異なり、あまり注目されずに終わった。伝統的カードゲームの名にしばしば見られる、湖、海苔、子、壺、輪などは、すべて、風と読み、勝ち、得点を意味する子である。秋代の、ミトラの、虎もおそらく同じであろう。地方ごとに、様々なカードが存在するが、現代では衰退しているものも、少なくない。 三刀棒用や負の水庫廃場ともらい、有効につながる伝統的なカードである。四つのスートを持つ伝統的なカードは現在ではほとんど絶滅しており、八花六、トラパイ、六後輩のみが知られている。それ以外はすべて三つのスートを持つ。八花六、トラパイコミナミの自敗1から10まで、および1から10までの関数字が書かれているもの。 シャンチーのコマの名前が書かれているカード。枚数や数との数に様々なものがある。シャンチーのコマは大きさがすべて同じで、かつ裏に何も書かれていないため、地域によってはシャンチーのコマ自身をカードの代わりに使うことも行われている。枚数や構成に様々なものがある。パイキューパーイがカード化したもの。15個愛知語廃場。 大うひとはい、ありがとうございます。